兄弟姉妹の皆さんおはようございます。今日は詩編の百八編をメッセージします。今日のメッセンジャーはジェイソン先生です。詩編の百八です。はい、詩編の百八はとても意味深い詩編です。これはダビデの詩編です。しかし、実はこの詩編は二つの詩編が合体してできたような詩編です。 まず1節から5節ですね。支援108の前半は1節から5節。1節から5節は実は支援の57編から取られているんですよ。支援の57編の内容なんですね。たそれで6節から13節は支援の60章です。ここも、はい、支援の60章の内容と同じです。 支援の57の一部と支援の60の一部を切り取って2つにしたのが2つくっつけたのが支援108なんですそう57編と60編のそれぞれのパーツを取って支援、はい、108ができちゃってるんですよ1節から5節はダビデがサウルに追われている時期に このアドラムの洞窟に隠れている時に作られたそ,そのような詩篇と言われています。アドラムの洞窟、はい、洞窟ですから、あまり空気の循環も良くない場所ですね。もう彼は命の心配をして洞窟にこもっていた。そんな時にダビデはこの歌を書きました。 で6節から13節はこれはダビデが戦争に出かけている時期にエドムと戦っている時に書かれたまたアラムと戦っている時のその時の支援です2つの軍隊に挟まれている状態ですいやもう自分には助けがない大変な状況だとそういう戦争における危機の時に書いたのが6節から13節の部分です しかしあの私たち昔思い返してみるとどっちもちゃんと解決した問題だって分かりますね。イスラエルの民が何百年後かにバビロン捕囚にあってそしてイサへ戻ってきた時にダビデはこの2つの歌を組み合わせて自分たちのこととして歌います。 い,やいろんな困難があったけど確かにそういうのも通されたけど大丈夫じゃないか神様を助けてくれたじゃないかというそのような思い込めています私たちの国は破られて敗北してもう国自体が滅ぼされてしまってもう今までずっと滅亡してきたけど私たちを侵略した国家がその私たちを征服した国がもう消えてしまったじゃないかとでも私たちはここにいる アッシリアは滅びたしバビロンは滅びたけど私たちはまだ残ってるじゃないかとですからこの支援は困難な時代に書かれたものですねしかしこの2つの体験を組み合わせて未来の視点で読むとこれは勝利の歌になるんでしょう、はい、ですから今日のタイトルをつけます困難は大きいけれども神様はもっと大きい、はい、もっと大きな勝利が待っている そのようなタイトルにします私たちは困難に面している時心配してはいけません。これらの問題は神様よりも大きくはありません。私たちは神様を握るべきです。私たちが受け取る勝利はもっと大きなものになります。 節節から五ここは最初の段落です。神様が上がっていきます。登っていきます。さまざまな障害をあ,あなたと共に登っていきます、はい。アドラムの洞窟。はい、これは洞窟ですよ、はい。ここは暗いので隠れることができる洞窟です。ものすごく暗かったので、 サウルがこの洞窟に入ったときすぐ隣にダビデたちがいるのに全然気づかなかったんです。いや、洞窟ってあまり空気の循環も良くないのであまりいいとこじゃないですね。サウルがそこでトイレしに行ったんですけど動物もそれをするような場所ですね。だから匂いもひどかったと思います。 洞窟にいるとものすごく抑圧されたような気,気持ちになっていきます。寒いですよ、洞窟の中って。サウルがダビデの命を求めて狙ってきています。あなたの権威者があなたの命を狙っている。しかもこの人はあなたの義理のお父さんである。しかもこの人は自分の国の王様である。軍隊を率いてあなたの命を狙ってやってきている。 あなたに対するプレッシャーがもうあなたを押しつぶそうとしている。そのような状態です。こんなときあなたはどうしますかあなただったらどうしますもしものすごい抑圧がものすごいプレッシャーがかかっていてもう命の心配をしているというときあなただったらどうしますか神様は必ず上に登っていく神様だ。そうだ、このような抑圧があっても必ず突破があるんだという。 信じますかはいそれでは5節見てみましょう。神をあなたが天であなたの栄光が全地であがめられますようにあが、はい、められますように、はい、これは動詞です。あがめるというのは登るという意味ですね。神様あなたが登っていきますと上に上がっていきますという意味が込められています。 今年の正月に私たちは神様が登っていく、上がっていくというメッセージをしました。前半の部分は神様こそが一番上にいる、最もっと高き方、糸高き方だ。あなたは知ってようが知っていなかろうが、神様こそが一番高いところにいる、糸高き方である。これが事実である。しかし、もう一つの疑問は私の心の中で神様は糸高き状態でしょうか掲げられているでしょうか 崇められている状態でしょうか私は神様を崇めると上に上げると私たちも一緒に状況が上がっていきます、はい。ダビデはものすごい下に下に押しつぶされていますがここでダビデは神様あなたが崇められますようにと言っています。主はあなたを掲げます。はい、あなたをあげます。そしたら自分も上がっていくんですよ、ダビデは。このようにいろんなプレッシャーに反して上に上がっていくんです、ダビデは。 はい、一節から読みましょう。神は私の心は揺るぎません。私は歌い、褒めを歌います、はい。このように私たちは神様に賛美するんですよ。心が揺るがない。神様に向かって歌います。褒めを褒め歌を歌うと。そうするときに、はい、私は、はい、朝朝からそれをやろうと。ことよ、立てごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚まそうと。えっと 訳し方が、はい、私は太陽を目覚めさせようという意味にもなりますもう太陽が昇る以前にもう暗いうちからもうすでに起きてて神様を賛美してるんですよそういう意味です最近神様が早起きしなさいと言ってるような感じがあるんですね早く起きなさいそれで私いつもよりも30分 1分前、いや、1時間前に起きてますね。いつもの目覚ましの時間よりも。最初は、あ私、ちょっとそろそろ年取ってきてるのかな。ちょっと睡眠が足りなく、時間短くなってんのかな。そろそろ年寄りかなと思ったけど、いや、違うんですよ。神様が起こしてるんだなって。はい、分かってます。自分が年寄りになったんじゃなくて。それで、朝早く起きるようになってます。で、あのリビングに出てきて、はい、それで、神様と時間過ごすことにしています。 すごい静かなんですめっちゃ静かです太陽が昇る前まだ外暗いですでもとっても静かです外は静けさがありますそれで想像できますね洞窟とちょっと似たような感じがするんですよ暗いからまだ まだ暗いです。太陽がまだ昇らない時間帯です。そんな時に神様を賛美するんです。もうそんな時から神様を賛美しだすんですよ。もちろん悪魔だっていますよ、暗いから。でも悪魔も寝てますよ <laughs>。あなたを止めるもの何もないですよ。しかし、ダビデは。 この朝早く起きて神様を賛美することにしました、はい、自分の状態に対する応答です私が重に負って抑圧を感じるとき、はい、朝早く起きましょうと、はい、3節、はい、私は諸国の民の間であなたに感謝しますもろもろのた国民の間であなたを褒め歌います 洞窟に、はい、はまってしまっているときどうやって礼拝するんですかこんなふうに。あなたに褒め歌歌います。諸国の間で歌いますって。いや、一人じゃないですか。いや、あなた一人ぼっちじゃないですか。しかも洞窟にいるじゃないですか。諸国民の間でーって。いや、もうはまっ罠にはまってるかのようじゃないですか。しかし、礼拝するとき、あなたの礼が上がっていきます。 いつの日かあなたはさまざまな国々の前であなたは賛美をするようになるこれを知ってるんですよ、はい、国民の間であなたは賛美をするようになる、はい、これが賛美の力です朝早く賛美する力です、はい、私たちの思いが朝早く起きてまだはっきりしている時 どうやってこれができるのかなって感じですね。なぜなら、まず神様の愛は雲よりも高い、天よりも高い、あなたの恵みはあなたの愛はそれだけ大きいと。そう、天の上に及びと。天の上。いや、問題は天の上は悪魔たちがいるんですよ、実は。第二の天ですね、これは。 じゃあこの洞窟、私にとっての洞窟は何だろうこの賢者からの追求は何だろうでも神様はその上におられる。その愛はその誠は雲にまで及ぶと。はい、神様はサムエルを通してダビデに油を注ぎました、はい。神様は言ったことをちゃんと実行します。 そう神様の栄光は全地、はい、雲にまで及ぶと。さまざまなものに欲圧されている時、朝早く起きて神様を賛美する時、脱出できるんです。そして神様は私たちに同じようにするように励ましているんです、この御事を通して、はい。第二段落です。6節から終わりまでです。 はい、ここで11節、はい、読んでみましょう。神をあなたは私たちを拒まれるのですかと、私たちの軍と共に出陣なさらないのですかと言ってます。神様にこんなことを言うのでどういう場面でしょうかまだじいや自分に力がない、孤独だと感じているときにこういうことを言うんですよ。自分自分身が 敵によって囲まれているような状態でこんなことはいます。ああ神様私を見捨てたんじゃないかなと感じてしまうときにこういうことを言います。神様が自分を拒絶していると感じるときに、神様がもう私と共にいないという感じるとき、もう二つの国の軍隊が自分を攻撃しに登ってくるとき。 あるいは、あなたが2つの、例えば会社にいるときに2つの派,派閥に阻まれあ、派閥から攻められている。もう2つの陣営によって潰されそうになっている。狙われているようなとき。あなた死んでほしいのにって思われているとき。あ神様が助けてくれないと思うようなとき。そういうときにこういうこと言うんですよ。もう誰に、 誰のとこ行っても助けが来ないかなって感じるようなそんな状態ですアラムの軍勢がダビデに向かってきてましたまたエドムの軍勢もダビデに対抗してきてましたこんな時エジプト軍の援軍でも頼もうかなと他の国の軍隊頼もうかなとでも助けてくれない もう自分しかいない。ああ、神様、私を見捨てたのかと。こういう時どうするか、はい。神様は見ておられるというタイトルをつけます。あなた取り囲んでいる敵を踏みつけようと。神様見ておられますよ。はい、6節、はい。あなたの右。 右の手で「救ってください」、私に答えてください。あなたが「救ってください」と、この「救ってください」というとき、この動詞は「見てください」と訳すこともできます。神様見てくれてるんです。ちゃんと見ているんですよ。 イエス様も人々の前に来られました。盲目の人をイエス様を見られました。いろんな問題がある人々をイエス様を見られました。イエス様が癒すときにすぐに癒したりしなかったんです。はい、あどうしてほしいかって彼にいつも聞くんですよ。 えー、私めくらなんですけど見,え見てないんですか?」ってその言わないですよねみんないや見えるようになりたいですとはっきり言うんですねその文字の人もなあ神様もうあれもう分かってるんじゃないのと思うような質問たまにしてるんですよ「会員よお前はどこにいる?と」と「知ってるでしょ?と」と <laughs>「隣にいるのにお前どこにいるんだ?」って まるでそんな感覚ですね。寛容、弟はどこにいるのかと。いや、知ってるでしょ、そりゃ。神様なんだから。盲目の人のところに来て、イエス様がどうしてほしいかと。で、もういくらの人が、いや、私は見たいですと。私たちが、はい、応答するのを待ってるんですよ。私たちは語るのを待ってるんです。で、私は口開くときに、よし、分かった、そうするよと。 ああなななたたたが祈るるるら、私はあなたのために何かすす。よと言ってるんです神様は見てはいるんです。でもあなたが神様を招くのを待ってるんです。神様を助けてくださいというの。私がさまざまな問題に向いてるとき、一人を感じてるとき、孤独を感じてるとき、もう誰も私たちを助ける人がいないと感じるとき、神様ちゃんと見ているんだと、これを理解しないといけないです。 だから祈らないといけないんですよ。あなたが祈るなら神様はこれをちゃんと実現させてくださいます。はい、6節、はい、私を救ってください。答えてください。あなたの右の手で救ってください。あなたが愛する者たちは助け出されますようにと。そう、助け出される。神様。 まあ救ってくださいは見てくださいなんです主はあなたに祈ってますあなたに頼んでます私って大事なんでしょうかいやあなたが愛してるんでしょうだから私大事じゃないですかとそういう自信があるんですよ私たちはこの自信が必要ですこの信仰が必要です 分からないかもしれないけど分かろうと頑張る必要があります私たちはい男性もはい好きな人を追いかけるとき、はい、ものすごい頑張りますねもうプロポーズするときも指輪を買うために頑張ります高い贈り物いっぱいします愛しているからでもどれだけ愛しているのか 何千ドルと何万ドルの違いかなあるいは何十万ドルの違いか何百万ドルの違いかなとでもイエス様は私たちのために命を与えてくれましたよですが完全には理解はできません私たちの愛というのは うん、恋愛の時の愛よりもでかいんだぐらいの解釈しかしないですね、私たちは。でも、シを書いたこの作者には信仰があります。私はあなたが愛しているものです。その私があなたに助けてください、救ってくださいと言ってるんですよ。だからあなたは必ず祈りを聞いてくれる。必ずあなたは救ってくれる。これは信仰ですよ、神様ここにいるという信仰です。 この信仰が私たちに必要です。自分かわいそうではダメです。自分は一人だではダメです。誰も助けてくれないと言ってはいけない。神様がいますよ。神様がついてるんですよ。神様に愛されてるんですよ。そして神様はかってます。私たちが語るのを待ってるんです。だから祈りましょう。ちゃんと神様に語りましょう。神様に助けを求めるとに神様は助けてくれます。はい、6節です。 それ神様が、はい、答えてくれるんです神様は私は苦しんでるようですけど喜んでるんですよ そう神様は喜んでシケムを分けと言ってますけど喜んでるんですよ。私たちがこんなんでも、もうすでに勝ってるかのようなことを言ってるんですよ。シェケムを、喜んでシケムを分ける、スコテの平原を図ろうと。シェケムがある場所は山、山々のある場所ですね。四国と呪いを語った場所です。ちなみに、四国と呪いの山の間にシェケムがあります。 スコテはイスラエル人がエジプトから出脱出したとき最初にやってきた場所です。初めて彼らが救われた場所です。この奴隷から解放されて初めて行った場所がスコテです。スコテはい、これは引き伸ばされるという意味の場所です。あなたの救いが引き伸ばされていく、広げられていくという意味です。 ギロアでは私のもの、マナセも私のもの、エフライも私の頭の株と、ユダは私のおしコラこれらの場所は神様はイスラに与えた場所です。神様コこれらの場所を見張っておられます。守ってくれます。だからダビデ心配するな。あなたは敵に征服されるとか、アラム軍とエドム軍に征服される、心配するな。 彼らはイスラエルのこの土地を征服できない。これらは神の土地だと。ヨルダン川の東側だろうが西側だろうが。はい、この土地は神のものだ。神様はイスラエル人たちがこの場所を支配するように取り上がっているんだと。他の国々が攻撃してきても、 彼らはここを征服できない。これは神様の主権です。モアブは私の足を洗うたらい。ドームの上に私の履物を投げつける。ペリシティの上で私は勝ち時をあげよう。はい、タライとか言ってあります。 はいおはい、戦いに敗れて奴隷になるときに足は洗うものなんですよ。モアバは敵国です、はい。履物を投げつける。これは、はい、勝利を意味します。イサイ人たちが勝って、勝利して家に帰ってくるとき履物を投げます。もうしもべたちに履物を洗えて投げつけます。 もう投げつけるんですよ、奴隷,奴隷に対しては、自分二つの手で丁寧に上げたりしないですね。もうその奴隷にきれ、はい綺麗にしてもらいますね、履物も。まあ、まあ、そんなに失礼にはやらないかもしれないけどあとは子供がやりますね、そんなこと。 そういう意味ですよ。彼らは私のシモべだ。神様がペリシテ人をやっつけてくれる。神様が勝利される。エドム人をよ、アラム人ンよ。神様が言われます。モアブもエドムもペリシテもこの敵国はみんな。主が打ち破られる神様が勝利される。あなた神様に向かって叫ぶなら神様が答えてくださいます。 12節ですが、どうか敵から私を助けてください。人による救いはむなしいです。神様にあって私たちは勝利を得ます。そして私たちの敵を踏みつけられます。敵が多ければ多いほど、時々逆にもっといいことになるんです。敵が多ければ多いほど、 あなたを助ける人間が減ります。だからもっと神様への依存度が高まります。人が助けてくれないからもっと神を頼らないといけないですね。自分にまだ余裕があるなら人に応援頼んだりするものです。でもあまりにも問題がでかすぎて人の応援があてにならないときっていうのがちゃんとあるんですよ。もう100ドル、1000ドルの問題だったら、はい、人が助けますよね。 でも何百万とか何億と問題だったら、いやーもうこれ人当てにできないですね。問題が大きすぎますね。もう誰も助けられないですね、こんな状態じゃ。もう神様に信頼するしかないです。神様にしがみつくしかないです。そして神様が、はい、勝ち時をあげます。あなたはもっと大きな、はい、勝利を得ます。 問題が大きければ大きいほど神さんはもっと大きいです。これは問題に打ち勝つときあなたが受け取る権利も誉れももっと大きくなります。困難が大きければ大きいほど勝利が大きくなりますよ。困難を恐れてはなりません。 私たちが得るものが大きくなっていきます。戦いをでも減ないとそういうのは得られないです。もう毎日毎日のルーティンばっかりやってると勝利得ないですよ。世の中の言い方でもういつも通りの給料ばっかりもらってては大金持ちにはなれないですよ。 まあ自分の会社は起業するの大変ですけど、これを安定させると結構儲かる,儲かるようになっていきます。小さな問題に対しては小さな勝利。大きな問題が来たら大きな勝利がいますよ。でもあまりにもでかい問題が来て、もう頼れるのは神様だけだという場合、これ最高です。これ私たちを謙遜にさせます。減りくだらせます。 もう神様だけに頼るということになりますから、そしたら勝利を得ますよ。神様に頼るときに、信頼を置くときに、私たちは周りの敵に勝利します。神様が助けてください。私たちは多くの抑圧やプレッシャーを上から感じるかもしれません。私は君主や権,権威から。 あまりにもこれがでかいもうあ。もう洞窟に押し込められているかのようなそのような感覚だ。もう敵に囲まれているかのような感覚だ。そのような状況。はい、ダビデはそういうのを体験しました、はい。報酬から帰ってきたイスラエル人たちもこれを体験しました。私たちもこれを体験しますよ。 はい、このプレッシャーが大きければ大きいほど私たちはもっともっと高く登っていけます私を取り囲んでいる敵が大きければ大きいほどダビではもっと大きな勝利をもたらしますはいそれでは皆さん賛美しましょう一緒に神様を礼拝しましょう今日のま居の皆さんどうか神様を礼拝し賛美しましょうはい私たちの神様を 掲げましょう全ての国々の前で全ての民の前で。 はあなたののみは大きく天の上に及びます皆さん、朝から私たち、主に感謝を捧げましょう、主のめくみは大きく、天の上に及び、主は私たちを見捨てることはありませんでした。 自由に感謝を捧げましょう私たちは朝から神に褒め歌を歌いましょう。今日大姉妹う兄弟姉妹の皆さんお座りになってください。今日の御言葉ばには神はめみがあって真摯な方と教えてくださいます。 皆さんよく考えましょう。よく覚えましょう。過去あなたの人生に神の導きであなたはよくあつから救い出したことはありませんかあなたは誰も救ってくれないとき、がどのようにあなたを救い出したのかよく覚えて よく思い起こしてください。思い起こしてください。 主イエス様感謝します私たち、イエス様を受ける前に受けてから私たち小さい頃から今まで人生の中に体現してきた困難の中であなたは私たちを離れることはありませんでした。あなたの目は24時間。 いつも私たちを見守ってくださったこと感謝します。私たち人生の中の高い山あるいはどん底のことに感謝します。私たち絶望があ,ったんですあったかもしれない。私たちは自殺したかったかもしれない。しかし、主に感謝します。あなたはずっと見てくださいました。あなたはずっと救ってくださいました。あなたはずっと。 守ってくださいました。主よあなたは私たちを最後まで救ってくださることを感謝します。本当に感謝します。あなたは、常しえから常しえまで私たちを守ってくださってくださいます。守ってくださいます。あなたの愛、あなたの真相、恵み、すい感謝します。主よ感謝します。 東大島の皆さんあなたの人生今はどんな困難にどんな困難の中にありますかダビテは自分の困難を思い,思い覚えました彼は信仰を持って死はあなたを必ず今度今回も私を救い出してくださいますと。 主は私の心の中に登っていくと彼はどのように神を自分の心の中に登っていく方法は何でしょうか一節神よ私の心は揺るぎません私は歌い褒め歌います私の心の底も二節ことよ立てことよ目を覚ませ 私は暁を呼び覚まそうと。3節4節よ私は諸国の民の中での間であなたに感謝し、諸々の国々の間であなたを褒め歌います。あなたの恵みは大きく、天の上に及び、あなたの誠は雲にまで。 おびおぶからです皆さん立ってください、主を褒めたたえましょう。主は恵み大きく、彼の誠は雲までに及ぶからです。皆さん、神に賛美しましょう。 ハリルヤハリルヤハリルヤシエス様賛美します感謝しますあなたは勝利され,るされた方です私たちどのような困難あってもあなたの恵みの方が大きいです私たちは抑圧の中にありますか困難の中にありますか主はかつて 私たちを作ってくださいました今日も同じように作ってくださいます今日は島の皆さん神に呼び求めましょう私たち呼び求める時には主は必ず作ってくださいますあなたの困難あなたの心配あなたの疑いのためにの,の内容に主に祈ってください主は必ず答えてくださいます 主は私たちの人生に大きい突破を与えてくださいます。 立ち上がって自分のために戦いましょう衆に呼び求めましょう あなたに、ただあなたに、より頼みます。すべてのデッキが、離れていきます。 あなたが登っていくことだ。写真見えるように。主よ、あなたは支配される方です。 堅くあなたを信じます。 全ての栄光を週に来ますように、主に来すように、イエス様の皆によって、オンラインの兄弟姉妹、ここにいる兄弟姉妹を祝福します。私たちの魂、魂、目を覚ませましょう。すべての困難、離れます。あなたの霊を祝福します。喜びありますように。 主は喜んで私たちを助けてくださるからです。皆さんの例の中で主があなたを愛すると、主はあなたを必ず見てくださることを信じるように、あなたの心の願を主は必ず成就していくことを私たち宣言しましょう。あなたは朝早く起きて主に歌を 歌いを褒め歌う時に主は必ず救ってくださいます。すべてのでき、あなた人生できはすべて離れていくように主の中にあなたは喜びあって自由豊かなものです。あなたは力あるものです勝利。勝利するものです。あなたは栄光に満ちるものです。イエス様のみによって祝福します。アメン これで今日のモーニングディボーションを終わります。